はい、ジャパンカップはですね、いやー、このアルゼンチンの2014年タイプで福永騎手来ちゃったんで、アルゼンチンが1着で JC が3着、これ3連単行けばよかったですね。ちょっとね、悔やみます、そこが。で、やはりワンアンドオンリーのサインがね、あのワンアンドオンリーがこれから出る場合は1番とか1枠チェックってことですよね、要は。で、そうですね、3連複はどうにか500円、ゲットできました。で、それでそれで、あとはホワイトボードにも挙げた、ワイドですよね。1番17番が臭いって言って、まあ硬かったですけど、京阪杯の方はですね、ちょっと予想には挙げてなかった、抑えだけですよね。3連複もうこれは意味なかったですけど、あんまり、こちらには挙げてなかったやつですけど、まあ、この調子で、来週もね、頑張って当てていきたいなと思ってます。それ、まあ、予想信じてくれた方とかね、おめでとうございます。それでは、また来週、来週はちょっとね、連動のは見つけられないと思いますけど、ここまでは何年か前から知ってた連動だったんで、応用できたなとは思ってるんですけど、またね、なんか有馬記念とかにね、ワンアンドオンリー出てくれたらいいなと思ってるんですけど、それでは失礼いたします。